はい、16体9運の四角の中に生きる妖精です。今日はですね、これを買いまして、はい、松阪牛牛脂肉の丸吉さんっていうところに、お土産物の扱いですかね、売ってるんですよね。これすごいでしょ、白いっていうね。大体ね、松阪牛の瓶詰めの商品って茶色いですよね。サンプルこれね、これがガーって並んでて、サンプル1個だけこう置いてあってね、中身がね、白い、びっくりして買っちゃいまして、なんかいろいろ使えるんじゃないかと思いまして、今日はね、すき焼き、こう牛脂をね、まず、あ、でもね、牛はね、タスマニアビーフです。はい、タスマニアビーフ、これをこの松阪牛の牛脂でまずね、砂糖で、具はネギだけ、ちょっとお湯、あ、いい匂いしますね。やっぱ油がね、これね、すごいいい匂いするんですよね、松阪牛ね。あ、いい匂いしてんな、いい牛の油の匂い。牛脂もうちょっと足しましょうかね。肉自体はそんなね、霜降ってるわけじゃないけど、ちょっと硬いかもしれませんけどね。もう肉はもう食べよっか。これね、いただきます。うん、あのね、味が薄い。あ、でも美味しいっすよ。牛脂もうちょっと足してみようか。あの、牛肉のところにね、ネギも、うん、あ、長井さん、昼食って言いましたっけ。昼食です。でね、これね、まあこれラードみたいなもんじゃないですか。昔テレビで見たんです、美食家の方がね、ラードご飯っていうのが美味しいんだって。熱々のお米の上にね、ラードを乗せて、で醤油かけるだけ。ご飯をチンしまして、熱々にしまして、これ牛脂をね、上に乗せましてね、ちょっとチンしようか。すぐです。あ、 OK。これで醤油をかける。これが美味しいんだって言うんです。これね、今まだ溶けかけのこれうわ、これが美味しいんだって言うんです。まあ、いただきますね。あ、うん、今来た。うん、美味しい。あ、うまい。うん。あ、これは美味しいわ。美味しい。贅沢ですよ。松阪牛風味ご飯。松阪牛風味すき焼き。まあ、だから肉自体は、ヘリがうるさい。タスマニアビーフなので、固めではありますが、油のご飯美味しいですね。油の香りはだから本当にね、松阪牛のものですからね。ネギ美味しい。うん。で、まあこれハンバーグがね、まあこれ、この油使ってハンバーグっていうのがまず最初に思い浮かぶと思うんですが、やりましたっていうか、あの、母親中日ちゃんがたまたまハンバーグを晩飯に作ってましたね。で、これ入れて、中心に入れて、こう閉じ込めてもらって、そしたら普段のハンバーグよりジューシーに、しかもまあリッチな感じで、みんなうまいっつってね、いつもより美味しいっつってね、食べてました。まず1点はい。で、次は塩焼きそばの炒め油をこれに入れました。ハンバーグも炒め油もこれです。塩焼きそばもまあまあちょっと分かりにくくはありましたが、ちょっとリッチな感じになりまして、
塩焼きそばザ・リッチですね。でもう一つステーキ、ステーキ、俺はオージービーフでしたか。オージービーフも焼き油をで結構叩いてね、柔らかくなるようにタン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 叩いて包丁でね。やっぱ肉の香りすごいいいですねこれね。で最後にスプーン一杯上にこうね塗り込むようにして、でそれも半分は僕が食べましたが、半分弟と父親に振る舞いましたが、もう美味しいと。まあ肉は硬いんですけどね、ですがそのまあリッチ感はねすごく出ますよね。あと何がいいかな、あ美味しいな、美味しい。最後卵もったいないかな、ちょっとチンしよう。ご飯ね、卵かけにしましょうかね。あ牛脂もちょっとだけ足そうか。肉ものしちゃう、もう贅沢な昼食ですね。エセではありますが、エセ贅沢、油は本物ですからね。ちょっと七味にいきましょう美味しいですよ、うん、あ美味しい、うん、あ牛脂ちょっとだけ足すって言いましたね。煮汁もちょっと足しましょうかね。こんなもんだ、あ来たね。これ今ちょうどね肉に乗ってますからね、牛脂がね。うわーすっごい脂うんうん美味しい。だから牛丼買ってきて、この牛脂ちょっとね、まあちょっといい感じの丼に移してね、でこの牛脂を乗せて、でまあちょっとチンしたらかなりリッチな牛丼の出来上がりじゃないですか。あこれ540円一瓶 140g。 あ美味しかった。すき焼きやる場合ね、もっとしゃぶしゃぶ肉ぐらいの薄い肉だともっと食べやすくていいかもしれないですね。その油の感じと柔らかい肉のそのまあより近づくような薄切りをこうね折りたたんでね食べたらね、噛み切りやすい柔らかい感じで、で油もこれでありまして、もう なかなか使いどころはうんあるんじゃないかなと思いました。バイバイじゃじゃん、まあじゃあ。